はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、くちゃねです。よろしくお願いいたします。ということでございましてね、本日はですね、前回ね、ウィンターキャンペーン第2弾でね、来ましたみたいなことを言ったんですけども、このコインボーナスの方しかしゃべっていなくて、一応ね、このウィンターミッションよく見たら書いたんですけども、まあ、そのことに関して触れていなかったプラス、まあ、一応キャンペーン的なものは、19日からなので、まあ、撮影日19日なんですけども、まあ、19日から、ね、始まっているということなので、まあ、ミッションもね、見ることができているので、今回はね、まあ、その辺のお話を、まあ、お知らせということでやっていこうかなと思いますというところで、ミッション、こちらを見ていただくと、これですね、このウィンターミッションというやつが、この第2弾ですかね、ウィンターキャンペーン第2弾のミッションでございます。なので、第1弾でログインミッションで、第2弾でコインがもらえる、今日は来てないね、コインがもらえます、一定の時間でコインがもらえますというキャンペーンと、このミッションかな、ミッションでの達成してこうもらえましょうってところですね。いいね、これウィークリーと、まあ、ずっとって感じかな。ただこっちの通常版の方は期間中全部で、ウィークリーは1週間かな、この1週間でやりましょうってことかな、試合を何回やりましょうみたいなステップ1とかあるので、まあこれやりながらね。で、このチケットよく受け取りますけども、よいしょ、チケット10枚で1回、福引きできるんですよね。なので、まあまあ結構もらえる、そうじゃね、これだってステップ2でまた来たんでしょ、で、2345とかね、多分何本まであるか分かんないけども、これはいいね。で、2人でフリーマッチとかもね、これはね、よかったらまたなんか生放送とかやった時にフリーマッチ一緒にできたらなと思いますけども、まあそういうのもありますし、まあこの辺をやりながら、まあショットでパーとかね、なんだ、パー以下でラウンドクリア、この辺はね、まあやってたらいけると思うんですよ。で、今回ね、それこそキャッシュトーナメントとかやってるだけで、この辺もミッション的なね、達成できるんで、まあ、その辺はね、まあまあキャッシュトーナメント遊びながら やりつつね、まあちょこちょこっとこの辺のデイリーをね、デイリー消化する、テンションで、ね、そのまま流れでやるのがいいのじゃないかなとは思いますね。うん、うん、うん。まあそんなもんかな。まあそんなもんは特にこう、それ以上深くはないんですけども、まあ、ログイン以外にどういう風な感じで、まあ一応、年明けから福引きっていうのは引けるって書いてたんですけども、まあこのミッションでも福引きチケットもらえるってこと言うことはね、この辺の、ね、福引きについてで書いてたのって、これかな、そうですね、ログインボーナスやその19日から始まるウィンターミッションで、1月から始まるキャンペーンではもらえますって書いてるので、まあどれぐらいもらえないかと、あんまりもらえないのかなと思っていたんですけども、まあ今回ね、このミッションキャンペーンで、まあまあ見た感じそこそこもらえそうですね。まあ、それこそウィークリーでこれステップ1で、ステップ3まであるだけでも15個。で、まあ、最悪10個とかもらえたら20個とかなりますし。で、この通常本のミッションでも、まあまあ、またステップ6ぐらいまであったらね。まあ、5、6、30とかね。で、こっちも7、6回ぐらいあったら、みたいなところなんで、結構、もらえます。もらえそうでして、お金もね、これ50、500コインって結構でかいですよ。結構500って美味しいですね。しね、まあ、ジュエルももらえるし。マジで、いいね。いや、こういうよ。これ。これよ。これをね、もっとじゃんじゃんしてほしい、正直。まあ、別に意思じゃなくてもいいんで、本家はさ、結構ちょこちょこミッション出してくれるじゃないですか。イベントミッション。結構それ欲しいよね。そう。で、やっぱデイリー消化するだけじゃね、なかなかね、ちょこっとしか遊ばないんですよね。それじゃあんまり意味ないのかなとは僕は思っているので、まあそういう意味では、まあやっぱり、こういうところでね、ミッションを出してもらったりすることで、どん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 ね、このゲームもできますし、まあ、相変わらず、全然上がらないんですけど、負け続けてまた上がってないんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、ウィンター、何でしたっけ、ウィンターキャンペーン第2弾の中の、ミッションに関しての、動画でございました。次の第3弾が、画像にもある通り、24日なので、土曜日かな、土曜日のクリスマスに、クリスマスイブに、ミッションが更新されるって、ミッションか何か情報がね、更新されるということなので、まあまあ、何でしょうね、クリスマスプレゼントみたいなことなのかな、わからないですけども、まあそれを楽しみにしつつね、まあこの今週はキャッシュトーナメントやりつつ、このウィンターミッションかな、ウィンターミッションとね、コインボーナスを稼ぐ1週間になるんじゃないかなと思います。
ガチャに関しましては、まあシャルの新ウェアが22日今週までなんで、まあ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 多分このこれ終わってからは特にないのかな。この2つがリアムとこのレインがね、まあ今年中なんで、まあ多分そう考えたらまあ今年は来ないのかなと思いますよね。今年は多分ガチャ更新なく、まあ年明けから何か、だって全部のガチャが終わるので、まあそのタイミングでとかどうなのかな。なんか白猫本家で考えたら、あのガチャはさ0時に更新じゃないですか。でイベントはいつも通り16時更新とか12時更新とかか、だからてか12時更新も結構あ あるんでね、年末だけとか年明けだけ、まあそんなのもあるので、まあただねこのガチャのこの時間的に、まあ16時になったらね更新が入るってことなので、まあその辺に更新が入ったらね、またなんか欲しいキャラであればね引きたいなと思いますし、ちょっとね今ねやっと石ためれる期間に入ったんで、ちょっとオスクロール当てれたんで、ちょっと今ね石ためフェーズに入れてるので、ちょっとこうまったりとね今石溜まって、やっとね575個まだまだですけど、まあ、ちょっとずつね溜まってきてるので、まあその辺をね貯めていって、年末年始のねイベントやったりガチャ更新楽しみにしつつね、またね正月ぐらいね動画撮れたらなと、この動画を見てる人はあんまり知らないと思いますけども、その年をね一緒にこの動画越してないあれですけども、まあ、結構ねその年末年始はちょっとねバタバタとその家にいないので、その親戚の家に行く関係で、そのパソコン一応ね今回パソコンだけ持っていこうと思ってるんですよ。でまあパソコンと、まあ、このマイク持っていけないんで前のマイクを持っていこうと思っているので、まあ、撮影はできると思うんですけど、まあ、なかなかねそう一人でこうゆっくりする時間が多分なかなか作れないので、まあどうなのかなと思いますけども、まあ、ちょっとね現状を毎日動画投稿か生放送をねやっているので、結構もう1ヶ月以上経ってるのかな、もうこの結構経ってるね、もう1ヶ月以上ぐらいは今毎日投稿とかね投稿できない時は生放送してるので、まあちょっとこれをね今年いっぱいは続けたいなと、そして、まあ、できれば年明けもねなるべく毎日投稿したいので、その辺を考えてちょっとね、年末年始はね、ちょっとバテバテして、ちょっと途切れる可能性はあるかもしれないけども、まあ、なるべくね、向こう持って行って、撮影がね、その横画面だと、そのままスマホで録画して、パーンって上げるんですけど、縦画面はね、今のみたいな感じで画面がね、録画しにくいので、ちょっとね、その辺はね、ちょっと考えながら、この残りの、ちょうどあと、1週間、今日は19日なんで、1週間、ちょっと、1週間ちょっとですね、1週間と1、2、3、4、5日間ですね、1週間と5日間でね、もう今年が終わる、まさかですけど、はい、ということでね、これからもね、今年、まずは今年いっぱい頑張っていきましょう、来年からもやりますけども、今年いっぱい楽しんでいきましょうというところで、皆さんもね、ミッション達成して、コインボーナスもやりつつ、ログインもしましょう、そしてキャッシュトーナメントもでも遊びましょう、それじゃあ、バイバイ。